Mira. ドライ、え、ドライアイかな？違うか。目の乾燥は最近すごい。なんでやろ。こんばんは。なんか目薬買った方がいいのかな。あんまり普段私、まあ、コンタクトもしないからっていうのもあるけど、あんまり目薬とか使わないんですよ。なんかちょっとさ、なんか目がすごい痒い時とか、なんかあんまりそういう時にさ、かいたらさ、なんか物もらいになるじゃないですか。なんか一回それでなんかなっちゃったことあって、すっごい腫れたことあるんですよ。なんかそれがトラウマで、だからなんかそういう時になんか、目薬刺したり、そういう抗菌用のやつ。でもあれもなんかすると結構すぐなんか治ってくれるからいいんですけど、とかなんか目になんか一回なんか出来物みたいなのできたことあって、なんか物もらいとかじゃなくて、なんかポコってなんか目のなんか涙袋らへんになんかできたことあって、痒くもなく、でも若干なんか痒いとかじゃなく、なんか何かしこりみたいなのがあって、今はもう治ったんですけど、なんかその目薬さしたら治ったし、そう。あ、ラクバンジさんありがとうございます。まあそういうなんか目の乾燥用とかさ、なんか眼精疲労用の目薬とかあるのかな。でもありそう。今すごい携帯する人とかも多そうやし、多そうってか多いし、こんばんは。こんばんは。あ、中町いっぱいありがとうございます。でも多分本当昔はめっちゃ良かったけど、すごい視力は落ちてる気がする。やっぱりスマホをさするようになってから、ダメですよね。そんな目使いすぎたら多分ダメやと思う。多分ってか絶対あかんよ。お、ランクアップ。あ、もう87位まで下がってたんや。下がるのも早いですね、本当に。だってこの間1日目とかさ25位ぐらいまで行ってたのにさ、怖いな。こんな。え、充血を取る目薬そんなあるんですか。充血までは多分ねしたことあんましんへんけど、なんか
目がしょぼしょぼするみたいな。なんか眠いとかじゃなくて、もう普通に眼精疲労やと思う。でもなりません？皆さんも目疲れないですか？なんかスマホとかさめっちゃ見てるとさ、まあ、こういうなんていうのどうなの YouTube とかさ、うん、こういう配信とかそういうのとかあったらいいのかな。例えばそのなんか調べるさ調べる系、SNS、Twitter とか インスタとかなんかそういうのとかってずっとこうあ TikTok もやと思うけどさずっとこうスクロールするじゃないですか。でなんか、まあ、文字読んだりとかなんかそういうことをすると疲れるのかな。でも確かに目薬ねするとスッキリはしますよね。あのスーッとするやつとか使うと。目薬も種類ありすぎてね、どれが自分に合うかみたいな分かんないです。多分ね、なんかこう知らずと瞬きの回数とかもきっと減るんでしょうね。こうずっと携帯してると集中ねしすぎて、でこうなんやろ、うん、なんか目に力が入るっていうかさ、なんかこの辺に力が入ってこの辺が痛くなったりします。あ、カツオさん、ハートありがとうございます。あ、ブルーライトカットのメガネ。私もね、あの、携帯とかには、なんか、ブルーライトカットのなんかシールみたいなのも貼ってるけど、なんか何パーセントカットみたいな効果あるのかは分からんけど気持ちいい？そう、気持ちの持ちようかもしれんけど。あ、坂っちさんもありがとうございます。なるもオンラインお話し会してるんか。最近全然会えてないから私もそれに参加しようかなそしたら会えるかな。でもインサイでさ、なるさ、ま、あの前髪じゃないや、髪の毛切ってさ結構ショートになってたじゃない、ショートボブになってたじゃないですか。めっちゃ可愛かった。お、ランクアップありがとうございます。こんばんは、こんばんはです。ランクアップ、私はナルは、そうナルのショートめっちゃ好きなんですよ。一時期結構多分長くて私ぐらいの長さの時もあったと思うんですよ。普通にロングみたいな、まあロングも可愛いけど、そう私はもう絶対なるはショートの方が可愛いと思うみたいなってずっと思ってた。
だからいつもなるが髪の毛切るたびにめっちゃ嫌みたいな思ってる。かわいい、かわいかった。だからあ、バンシャンハオー、すごくかわいい。顔が小さいからね、似合うんですよ短いのが。短い方が私は好きなんですよ。だからなるどちらかといえばかわいいよな。私は自分、私は個人的に自分の髪型はもうなんかロングロングかなんかもうこれぐらいが一番しっくりくるかなって感じやけど、こんばんは。私も去年の5月ぐらいに1回30センチぐらい切ったかな。多分30センチは切ってると思うけど、もう1年で、まあ、もっと前ならもっとなかったけど、切る前もうあと15センチぐらいはなかったけど、でもほぼほぼ元通りに前髪も伸ばしたし、結局元通りみたい。結局ね、なんか元の髪型が一番落ち着くんですよね。もともと私前髪長くなかったけど、途中からなんかずっと前髪ロングにして、そしたらなんかロングの方がなんか落ち着くようになりました。こんばんは。前髪もだいぶ伸びてくれたし、これでも楽になりました。やっぱ前髪長い方が楽ですね。うん、正直短いとやっぱ伸びてきたらカットしないといけないですね。目にかかってくるじゃないですか。で、伸ばそうと思った時が大変なんですよ。もう短いと、そう普通に伸ばす、なんか普通にこうやって分けれるようになるまで、多分そのおでこの形とかもあると思うんですけど、あ、遊びに来たよ、やってありがとうございます、はじめまして。なんかおでこの形もあると思うんですけど、なんかなんていうの、なんかある程度普通になんか、まあ、短くてもこうやって分けれる人もいれば、私の場合はなんか分かれづらいんですよ。ある程度長くな、ならないと、その長くなってその髪の毛の重みでようやくそうこういう風にして分けれるようになるけど、多分形もあると思うんですけど、おでこの、そうだから、そう私は前髪切ってまた伸ばそうと思った時にちょうどね、なんか目にかかるぐらい、なんかもうほんと目にかかるぐらいやったらこう巻いたりしてどうにかできるんですけど、なんかもう目を超えるぐらい、これぐらいまで来た時は、なんか巻いて流すこともなんかできないんです。まあしたとしても目にかかってくるみたいな。かといってこういう風にしてなんか分けようとしたら、それはそれでなんかこううまく分かれてくれないから、すごい一番中途半端な時期みたいな感
感じになるんですけど、それを超えたらねだいぶなくなるから、今は本当もうこれぐらい伸びてる、これぐらい、ここ伸びてるからこれぐらいまでは伸びた、これぐらいまでいったらだいぶ楽になります。まあ当分も切ることはないでしょうね前髪は、前髪に関してはこっちの 髪も普通にロングかな。まあ、結局多分この髪型に戻ってきたっていうことは、まあ、自分の中ではこの髪型が一番落ち着くんでしょうねきっと。あ、遊びに来たよ、ありがとうございます。まあ、くぐれる長さが一番ちょうどいいかな。星もありがとうございます。あ、ひろまちさん、アイスありがとうございます。ラクパンチさん、え、何これ、チェリーなんてあるんですか、ありがとうございます。チェリーっていうかさくらんぼかな、この感じは。昔めっちゃさくらんぼ好きだったんですよね。最近は食べることもなくなったけど、ラクパンチさん、草いっぱいありがとうございます。草草。あ、またアイスが投げ込まれた。ひろまちさんありがとうございます。さかっちさんもバラありがとうございます。そうなるね、ショート可愛い、似合ってるよな。なるはね、私ショートの方が好きなんですよ、ショート短い方が好き。ひかるさんもありがとうございます。マロタ、いや大変ですよ、髪乾かすの。これから特に大変、冬はまだいいんですけど、夏本当になんかドライヤーしてる時も暑いし、本当に またひろまちさん、アイスありがとうございます。いやー、なかなかもう、どれぐらいかかる、なんか10分ぐらいはかかるんじゃないですか、ずーっとドライヤーして大変だからさ、去年の5月ぐらいに1回ボブぐらいにした時、これぐらいにしたんですよ、顎ぐらいの長さにした時はもう乾くのがなんかもう一瞬すぎて、その5分もかかんないですよ多分。だからびっくりした、え、こんなにすぐに乾いてくれるのみたいな。だってもっと短い時もあったんですけど、ショートの時、その時とかも本当に一瞬、もう多分 2,3 分で乾いたんじゃないですか。だから一瞬で乾くしめっちゃ楽でした。で、去年も5月ぐらいに切ったんで髪の毛だから、あ、ランカップありがとうございます。そうだから夏とかめちゃくちゃ楽だったんですよ。でも今年に関しては夏はちょっともう長くなってるから耐えないといけない耐えないとっていうか、まあもう慣れてるんですけど、ずっと乾かすの慣れてるけど、暑いなーと思いながらしないといけないですよね、本当に。それがな
まあ、でもさ急に伸びるわけじゃないんで、なんか徐々にこうやって伸びてくるわけじゃないですか。だからそう、なんかそんな逆にすぐに乾いてた頃の方が何やろ、感覚忘れてるっていうか、そう楽なんですけどね。でも多分ショートやったらショートで、夏は首が焼ける、でも去年の場合はそんなめっちゃ短いわけじゃなかったからあれやけど、めっちゃショートにした時は夏はなんか首が熱かった。今までずっとロングだったんで首が熱いって感じることなかったんですよあんまり。でもショートにしてから、そうなんか首の日焼けが気になった、めっちゃ。そう、こんばんは。そう急には伸びないけど、そう短くなるのは急にじゃないですか。だから短くなった時のそのなんかギャップみたいな、まあプラスでのギャップやからいいんですけど。あ、アクパンチさんありがとうございます。ワーゲンみたい。まあロングはロングでいいんですけどね。あ、風量が強いドライヤーね。確かに。でも今のなんかさドライヤーがさ、なんかいろいろさ段階変えれたりするからさ、なんか便利なんですよね。まあ、確かに風量はどうなの？普通？分からん。どれぐらいが強いのかが分からんけど。でもなんか私も普通に。なんかあこの人かわいいなとか、なんか綺麗だなってなんか思う人とかはだいたいロングなんですよ。だからまあ自分の好みなんでしょうねきっと、その髪型とかが。だいたい好きな人の、そう別にそれに寄せてるわけじゃないんですけど、自分がなんかかわいいなとか綺麗やなって思う人とかはロングのロングヘア、もう前髪もうロングみたいな。そう、バスケですね。まあ、ショートの人とかもなんかもちろんなんか綺麗やなとか可愛いなって人はいるけど、大体そのそう自分がなんかあ綺麗ってなんか好きな顔のタイプって思う人とかの統計を取ると、同じような髪型の人が多いかも。まあみんなそうですよねきっと。だから自分もそういう髪型になるんでしょうね。自分の好みの髪型になるから。でもパッツーの人とかも好きですよ。なんかヘアサロンとかの方のその美容師さんのインスタとかヘアサロンのインスタとか見て、なんかあこの髪型かわいいなとか、そうこの髪色かわいいなとか
思う人のやつとか、 なんか保存とかしたりするんですけど、とかなんか見たりとかしてるの、大体そう髪色とかでもいいなって思う髪色とか探すのも、大体もうなんか全部ロングみたいな、ロングに前髪もロングみたいなっていうタイプのヘアスタイルの人の髪色をなんか保存したり、なんかいいなみたいな感じで押したりするから、でもなんかショートとかボブとか、なんか普通に前髪ありみたいなのとか見て、なんかええしたいなみたいなっていうモードに入る時もありそれで私は去年切りました。そのモードに入って、ボブのモードに入って、あ、ヒカルさんありがとうございます、ハートがハートシャワーがありがとうございます。あー確かに女性のショートカット率年代とほぼ一致説、だいたいこの年代になったらショートにするとか、この年代の人ってショート多いとかってことですよね。でも確かにそれはある。だってさ、なんか前になんかそう言われたことがあるけど、髪切った時とか、髪切りたいなと思った時かに、めっちゃショートにしたいなと思った時にがあって、でその時になんか相談したら、なんか逆になんか今のうちにロング楽しんだ方がいいと思うみたいな。でなんか年いくと大体ショートにするから、そうなんかロングには、まあ、できないことはないですよ。でもなんか大体ショートにしがちになるし、まあ切るのはいつでも切れるから、だから今のうちに逆にロングヘア楽しんでた方がいいと思うって言われて、あーなるほどみたいな、そういう考え方もあるのかみたいなって思ったこともあった。だいたい40代とか50代ぐらいとか、50代ぐらいの人とかって結構ショートの方多い気がする。ショートとか、ミディアムぐらいとかじゃない？あんまりめちゃくちゃロングっていう方、まあ、いるけど、よりもなんか短めの方の方が多いと思う。なんとなく。そう、骨格とかもね、違うからさ、なんかうわこの髪型にしたいとかさ、まあ、色は確かに髪色とかはまあまああれやけど。髪型とかで、なんか同じ美容師さんに同じ髪型をしてもらってもしたい髪型に、でもやっぱ骨格が違うから同じようにはならないっていうか、同じカットの仕方でもっていうのはありますよね。ありません？でもこの髪型にしたいと思ったけど、なんかやっぱ骨格が違うから思ってるのとちょっと違うとか、その面ロングってあんまりそういうことならないですよね。ショートの方が分かりやすい。
しい。こんばんは。めっちゃショートとかもね、可愛いですけどね。でもショートのショートが似合う人って多分、そう、もうショートの方が、逆にショートが似合う人は、そう、なんかロングよりも絶対ショートの方がいいんですよ。絶対なんか切った方が正解みたいな感じではあると思う。ショートが似合うならロングよりショートの方がいいと思って私は思うかも。あ、ラクパンチさんありがとうございます。まあ、ロングは結構ね、誰でも似合うっちゃ似合うからさ。ロングとかなんかこれぐらい、ミディアムとか、まあ誰でも似合いやすい髪型やと思う。ショートって本当に似合う似合わないがさ、はっきり出るからさ、似合うなら絶対ショートの方がいいと思っちゃう。そういえばさ、話は変わりますけど、サッカーって結構なんかあるんですね。私さ、6日だけやって思ってたんですよ。チャレンジカップかな。そしたら今日もね、あったんですね。なんか知らんかった。こんばんは。6日だけって思ってた、普通に。京都、え、あと何回かありますよね。京都、6日と4回ぐらいありませんでした。あ、3試合か。あ、4か、4試合かね、知らんかった。私6日だけやと思ってた。どこでやってるんですかね、場所、日本の。どこのスタジアムやろ。埼玉とかかな。なんか埼玉でよくやってるイメージあるんですよね。メッシとネイマール大阪に来る。あ、大阪でもするってこと。じゃあ、え、どこでするやん、大阪の。まあ見には行けへんけどさ、吹田か長居、どっちかやろね多分。そうなんや。見に行く人いますか、この中で。どれか見に行きますっていう人、当たってる方。倍率高そう。でも30万対
ガンバ大阪でスイートスタジアム。あー、そういうことか。ガンバ何？国立ノエビア、あ、神戸？ノエビアスタジアムでするんや。あ、スイートでもするんや。へー、見に行きたかったな。行けへんな。まあもちろん行かれへんけど。関西でじゃあ2回試合するんですね、そう思うと。気づいたらめっちゃウサギになってるみんな。すごい、冗談がほとんどウサギ。ありがとうございます。シンプルにチケット取ってないからいけん。絶対もう終わってる。でもなんかもし見に行けたとしてもさ、マスクしててもさ、え、どうなんやろ、声出し、応援と応援のさ声援とかしたらダメなんですかね。無理じゃないですか。でも見ててさ、ゴールとか決まったらイエーイって言っちゃいますよね、反射的にさ。どうしてもなんか拍手とかさ、なんかなんていうのか、物をポン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 って叩いたりとかさ、それだけじゃ絶対なんか無理ですよね。その場のなんかそのイエーイっていう、そのみんなのなんか空気感に負けてイエーイって言っちゃいそう。どうしてもサッカーとかに限らずさ、野球とかもそうなんじゃないですか。見に行ってる人とか絶対さ、拍手だけじゃ絶対無理ですよね。いけいけみたいなんとかさ、なんかどうしてもこう試合とか実際見に行ってたらさ、言っちゃいますよね絶対。仕方ないよね本当に。まあそれがさ醍醐味でもあるじゃないですか。なんかこうみんなで一丸となって応援するみたいなのがさ、なんかだからね、なんかただ座ってさこう見とくだけじゃさ、やっぱ物足りないですよね。応援したくなっちゃいますよね、声出して。ライブもね、確かにやっぱさ、ライブとかもさ、え、今も1000円とかダメなんですよね、きっと。拍手だけとか。あ、ガクパンチさんありがとうございます。絶対ね、コールもしたくなりますよね。そんな普通に座ってさ、ただじっとさ、まじっとさなんか見ときたい人もまあいるじゃないですか。なんか特にこうコールとかせず静かに見ときたいタイプの人みたいな、まあ、それはそれで別にいいと思うけど、こうコールしたい人とかやったらさね、辛いですよね。やっぱさ、なんか何でもそうやと思うけどさ、ライブとか試合とかもやっぱ声出す方がさ、こう盛り上がるし、なんかこうみんなの一体感っていうのも楽しみっていうのもあるじゃないですか。それ自体も楽しいけど、試合見るのも好きやけど、なんか声出してみんなで一緒に応援してるっていう、その空気感が楽しいみたいな。なんかサッカー見に行った時に、なんかそれこそ最初は普通に指定席に
座ること多かったんですよ。でもなんかゴール裏にそれこそ行った時に、ゴール裏めっちゃ楽しいと思ったんですよ。指定席は指定席でまあ座って、まあ、普通にまあなんかまあ行けみたいな、なんか、まあ、それ声は応援はするけど、そんななんかめっちゃ歌うとか、なんかそんなんは全然しないから、まあ、普通に座ってみとくみたいな感じやったけど、なんかゴール裏に行った時はなんかもうすごいなんか、なんか隣の人もなんか仲間みたいなそういう空気感になるから、なんか楽しかった、めっちゃ。だからなんかこれから見に行く時、まあ、一緒に行く人にもよるけど、そのなんかゴール裏とか楽しいなと思う。あとなんかゴール裏ってあれですよね、なんか自由じゃないですか、場所取りみたいな。でなんか場所がなくて、あ結構後ろの方になるかみたいな。でなんかちょっと前の方空いてそうと思ったところはなんかもう席取られてたんですよ。でああ無理かみたいなって言ったら、なんかあここ大丈夫ですよみたいな、なんか開けてくれはって、でなんかあすいませんみたいな感じでそう隣にそう座らせてもらって、座らせてもらうっていうか場所取らせてもらって、そうな、ね、昔のライブ映像を見るとやっぱりコールって必要だね。いや本当に思う。あ逆にコールのルール知らない方からしたら、あできひん方がいいみたいな。なるほどね、確かに。まあ、そういう考えも確かにあるかもね。まあでもね、やる側からしたらきっと、まあ、コールとかもらう方が、まあ、モチベーションにはなりますよね。なんか応援してもらってるなとか、なんかすごい、あもうめっちゃ盛り上がってもらってるなみたいな、なんかそのコールの感じですごい、それがなんかモチベーションになってた。だからなんかコールが控えめな日みたいな、まあそういう日は多分なんか新しく見に来てくださった方がなんか多い日とか、新規の方が多い日とかはなんかコールがちょっと控えめみたいなっていう時もまあ普通にあったけど、なんかそういう時は逆になんか もっと盛り上がってもらえるようになんか頑張らないといけないなみたいなっていう、まあ逆違うモチベーションにもなってたけど、コールがめっちゃ大きい日とかはすごいなんか嬉しかったっていうのを覚えてます。坂地さんもありがとうございます。ね、1000円ってそう思うとさ、こう何でも大事ですよね。人のさ声ってすごいですよね、そう思ったら。普通にさなんか頑張れみたいなってさ1000円もらうだけでさ、なんか本当になんかやる気になりますよね、頑張ろうみたいな。
うん、徐々に前に染まっていくのは何とも言う楽しいのよ。なるほどね。コロナしでやったら、うん、あふれないことはないです。別に逆にそのコールをなんかもっと大きな声でしてもらえるように頑張ろうみたいなっていう風にはなりますけど、でもやっぱコールは大きい方がまた別のモチベーションになるかな、なんか感じがするかな。なんて微笑ましいトーク微笑ましいトークなのか何なのか。まあ、今までねこういう話ってあんますることないじゃないですか。なんか昔さ、なんかアイドルのライブ見に行ったことがあったんですけど、普通にその時はまたその48のグループのなんか、客層と違う感じだったから、なんかその熱量がまた違う熱量みたいな感じでなんかびっくりしたのを覚えてる。またそのなんていうのグループっていうの、グループによってそのいろんなアイドルのなんか応援の仕方とかなんかなんやろ、なんかファンの方の色っていうのが違いますよね。なんかまあ普通に NMB とか AKB とか SKE とかなんかそれだけでもさ違うじゃないですか。だからもっとさそのグループが全く変わるとさなんか変わりますよね、本当に。なんかめっちゃお なんかなんていうのかな、ダンスっていうかなんかこんなんしてる、なんかペンライト持ってなんかこんなんしてる人とかなんかめっちゃ多くって、なんか、あんまり見ることのないような感じの応援の仕方がやったからびっくりしたとか、なんかめっちゃピョンピョンしてるみたいな、みんなピョンピョンしてる。うん、そう。まあそれはそれでね楽しかったです。なんか新鮮な感じがして、NMB は女子の比率が高かった。あ、やっぱそうなんや。あ、花火ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。面白いですよね、グループによって全く違うからさ。そこのウサギみたいにぴょんぴょんしてた。あ、坂地さんありがとうございます。おたそつ、私とおたそ言いづらい、おたそつしたんですか。複雑な感じですね。まあなんか嬉しいけど、なんかそうやな。あ、ゴリラさんもありがとうございます。ラクパンチさんもありがとうございます。あ、またまたバラのシャワーが来た。カツオさんもありがとうございます。
バラのシャワーがいっぱい。そう、ハロープロか。私もハロープロ見に行ったことあるけどさ、全然違いますよね、応援の仕方。そう、ライブとかでの、まあ、コロナ禍になったらちょっとね、このコールできないとかあるかもしれんけど、それ以前とかだったら違いません？坂地さんも流れ星ありがとうございます。あ、ペンライト、そう、こんなんしてる人とかさ、いた。俺ペンライト誰がやってくれたんやろ、書いてない、載ってない。最後の押し台をやって嬉しいですね。嬉しいけど、そうやな、まあ、うん、まあ嬉しいけどっていうのは、そう、なんかほら、なんていうの、そう、 NMB をそう見に、ほら、なんか見ることはあんまないっていうのはちょっと複雑な感じですよね。ゴリラさんも流れ星ありがとうございます。ペンライトってやっぱ表示されないのかな、もしかして。前もそうやったよな。私のメンバーの推しは、私の中のメンバーの推しやったのはゆうりちゃん推しやってちょいちょい言ってる、大々的には言ってるんだけど、ずっと推し、最終最後の私を探すの私はここにいるからここにいます。まあ確かに今は今でちゃん、またね、確かに別のファンの人がついてるもんね。新しいさ、8期生とか7期生の子とか入ってきてるし、逆に新規の人も多いかもしれへんよね。多そう。ちゃん可愛いよな。めっちゃ可愛い。誰がどう見ても可愛いと思うもんね。そう。めっちゃ可愛いな。お、またまたランクアップ。ありがとうございます。すごい、見て、999やって泥目。新しいさ、新しく入った子たちがさ、は本当に知らんからさ、会ったこともないし、それこそ。あ、ゴリラさんもありがとうございます。それこそさ、昔さ、ゆうりちゃんと、りなっちのさ、二人のさ、あれ、なんていう曲やったかな、劇場公演かなんかでやってたさ、
ユニットみたいな、なんていうの、名前忘れちゃったけど、曲名忘れちゃった。これやばいよな、本当に。あ、ヒカルさんもありがとうございます。ペンギンさんもありがとうございます。公園のユニットやったかな、確か。あの曲、多分公園やったかな。何公園？ビッツ公園になるのかな。ただいまリネーチューとか、じゃあただいまリネーチューとか、めっちゃ怖かった。あ、違うかな、公園じゃなくてライブコンサート。あ、そうそうそう、春が来るまで。あれやばいな、もう透明感すごくない？もうなんか透明感ありすぎて、もうほぼ透明みたいな見えてないみたいな可愛かった。そうか、可愛かったよな、衣装も似合ってるし、なんかもう妖精みたいな、本当に破壊力すごいよな。可愛い子多かったよな、本当に。でもさ、なんかまたゆりちゃんの話なんだけどさゆりちゃんのさ、なんていうの、あのライブでやってた、ソロでやってた、ソロで全然本当に申し訳ないぐらい曲が出てこへん赤い衣装のやつ、あの赤と白のなんか衣装のやつソロのやつ、なんて言ってなあれ、なんかミルキーさんも、ミルキーさんもソロ曲やったかな。あれの破壊力すごかった、かわいすぎて。ライブでやってた曲です。んライブで、うん、そう、ライブでやってた曲、いつのライブだったかな、忘れちゃったけどさ、あれめっちゃ可愛かったんですよ。ヤサキッス、あ、それやったかな。それやったかも。赤と白のなんかめっちゃ可愛い衣装のやつ、ワンピースみたいなやつやったかな。あれめっちゃ可愛かった。あ、それか、やっぱりそれや、優しくするよ、いきそうしてか。あれめっちゃ悪くなかったですか。あれほんまに怖かった、まあ、曲をしてる時も可愛かったけど、衣装が似合いすぎて、可愛いと思ってそう、あんまりさ、そういうさ、なんか自分が可愛いと思う人とかにさ直接あんま言うとはしへんけど、可愛いと思いながら見てた。いつだったかな、
じゃんけん、あ、じゃんけん大会ですか。あいや、俺ほんまに可愛かったからマジで。コンサートってね、なんかいろんな衣装着れるからさ、いいですよね。あの可愛い人見つけるの好きなんですよどういうことって感じだけど、そう、自分で言うのもあれだけど、可愛い人見つけるの上手やから私まあ自分基準になるからあれやけど、まあ、確かに上手とかないよな、だって自分基準やもんな、だってそういえばみんな上手になるもんな。ですよね、自分基準やからそりゃ上手ですよね普通に考えたら確かに。私は今は TWICE のツイが好きなんですよ。めっちゃ怖くないですか。ライブ、いつかライブ行きたいですね。本当に生で見てみたい。その時にうちわ作るうちわ作ります。かわいい、かわいく見えてるようにちょっと。もしさ、なんか握手会とかさ、そういうさ、会えるイベントみたいなのあったら、もうめっちゃ緊張するでしょうね、きっと。まず言葉を覚えないといけないじゃないですか。こんばんは。個人のインスタ。あ、そうなんですか。見ないと。見よう。かわいいもんな。ほんと、あの、目の保養っていうのはこういうことだなっていう。あスケッチブックか、昨日話してたやばいやばい、嫌われたら嫌やな。私は面白いって思ったけどさ、その時向こうからしたらさ、何あの人みたいな思われたら嫌やな。やっぱそう思うと勇気いりますよね、そういうさ、スケッチブックのさ、フリップゲーみたいなのするのって思いません？私やったらさ、なんか嫌われたらどうしようって思っちゃうかも。そう思ったら
まあ、一か八かですよね。面白いと思ってもらえるか嫌われるかまあどっちでも、まあ、記憶には残れるかもしれないけど、まあでもさ、劇場公演みたいなさ、そのあれぐらいの大きさやからいいけどさ、ね、コンサートとかだったらさ広すぎてさ見えないですよね、ボードじゃないとめっちゃでっかい。そうですよね、目立ったものがち、確かにそうやな。だってあんだけの人数いる中でさ、ね、ライブとかコンサートとかあったら何万人じゃないですか。その中でさ認識してもらえるとかなったらもうさ勝ちでしかないですよね。どうであれ勝ちですよね。なかなか直接会えるっていうこともないからさ、そう思うと、ねえ、日本でするのかな、でもライブとか。なかなかあれかな、今年ぐらいからやったらもう再開しそうですね。もう6月やし、星も皆さんありがとうございます。遠くの方からも飛んでくる星がラクパンチさんもありがとうございます。あ、初訪問ありがとうございます。ライブね、いいね、行きたいな、ライブ楽しいですよね。あ、坂地さんもありがとうございます。Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. 話はさ、そう、めっちゃ変わるけど、今日さ、なんかお財布の中見たらさ、あの外国のコインが入ったんですよ別にそんな使ったさ覚えはないんですけど、なんか洋楽みたいなの聞いたもんでしたけど、まさかの、え、カナダドル、カナダドル、そう、何千、5000って言ったかな、なんかそれぐらいのさ入っててさ、最初さなんか1円玉かなと思ってパッて見たらさ、まさかのさ、え、これ違うやんみたいな感じやってさ、あれみたいな多分なんかどこかのタイミングでお釣りもらうときにもらっちゃったんかな、多分まさかの
ゲーセン、ゲーセン行ってないからな。違うな。何やったんやろ。なんかわかんないんですけど、なぜか入ってて、そう使えへんしなみたいな。どういうタイミングで、でもどういうタイミングでああいうのって混じるんですかね。あ、フォローありがとうございます。記念硬貨、そう記念硬貨もそうやったしな。儲かった。なんで、何でやったんやろ。じゃあ何でもらっちゃったんやろ。全然記憶にないんですよ。そうですよね、やっぱ混ざらないですよね。え、なんで。じゃあでもどこでなんかそういうの受け取ったかも記憶になくて、全然。そう、何やろうな。まあでもコンビニとかではないんですよ。コンビニ現金そんな最近使わないし、いや最近で本当現金使うことがなんかないからこそ、どこでもらったのかなみたいな感じで。そうですよね、レジの人が間違わないとならないですよね。何やと思います。謎。カナダに行けってことかな、これは。もしかして。で、まあ、もともとコロナ前に本当にカナダに行く予定ではあったんですよ。でもでもコロナでそう行けなくなっちゃったから。そうあれやけど、リアルにコロナ前本当にカナダに行く予定だったんですよ。でも行けなくなっちゃったからさ。でも絶対ないから、そう、そんな5000ドルとか、何もしてないから。どこなんやろ、ほんまに考えても思いつかなくて。コンビニでは絶対にいいんですよ。どこでもらったのか。そう、カナダ行く予定だったけど、そうコロナで行く2日前にキャンセルして、ギリギリまで行くか行かないか悩んだけど、結構本当にコロナのなんか流行りだして、日本で感染者の人が見つかる前かな、なんかでも結構ニュースがざわざわし始めてる時あって、どうしようみたいな感じだっけ。そう、なんかいや本当にだってさ、その頃はさ、そのコロナがどういうものなのかも分かんないしさ、なんかうんって感じだったから、
行ってもいい、もういろいろさ手続きとかさもう全部してる、もちろんしてるからさ全部キャンセルするのも結構大変で、その時もう全部もう結構そういうキャンセルする人が多かったからこそもうキャンセルの電話とかもうパンク状態ですよ。本当に2日前にそうキャンセルって決めたけど、でもキャンセル全然できなくて、で飛行機が出発もうあと2日後にするやみたいな、これ航空券もキャンセルできない状態ぐらいすごくてパンクしてて、で前日にようやくあのつながって、でキャンセルできたけど、ギリギリ本当にめちゃくちゃそう悩んで、そうなんですよ、行ってそう帰ってこれない、今思ったら行かなくてよかったなと思って、まあもちろんやけど、行ってたら帰ってこれない可能性全然あるし、だってロックダウンしてたし、そう2000、2010、あそうね2020年か、うん、2020の時か、うん多分そう、うん19年じゃないか2020か。まあまたね5セントもらったしまた行こうかな、その5セント使ってまた、何が買えんのやろ5セントで航空券買えるかな、あでもそっか航空券は日本円で買うもんな、チップ代として置いとこうかなそうやばい、メイプル確かにメイプル買えるかな中ちゃんがねいる間にさアメリカも行きたかったんやけどな、まあ、行く予定あったっていうのもあったけどさ、本当にニューヨークも行く予定あったけど、まあ、全部キャンセルしたけど、おアンクアップありがとうございます。ニューヨークとロスも行くよってやった、やっぱそうですよね、知り合い行ってさこうしたことはないです、いろいろさ詳しい位置にさ案内してもらえる方が、今103円なんですか、やば、私が多分見てた頃何円ぐらいだったらだろう、80何円とかやった気がする、83とかじゃない、違うかな、忘れたけど、やばめっちゃ上がってるすごいな、あそうそうそう、好みにね留学予定やった、ニューヨーク、あそっか、ね、その時はニューヨークでしたか、そうそう、
だからさ、好みともさ、ニューヨークで会う予定やった。好みと、あとしゅうちゃんとも会いたかったし、みたいな感じやったから。ねえ、戻って、もう帰ってきたから、もう帰ってきてから会ってるけどそう、またタイミングがね、あればそっちの方も行きたいですね。アメリカの方も、なかなかやっぱさ、アメリカの方とかもさね、特にさ、知ってる人がいた方が安心やし、いろいろと。海外怖いね。ポートランドめちゃくちゃ行ってみたいんですよ。オレゴンの方行ってみたかった。バンクーバーから近いか。私が行こうと思ってたのはトロントやったから、だからニューヨークと近かったから、飛行機で何時間かできるし。シアトルとかもやっぱいいんや。スペインも行きたいけど、スペインなんかちょっと怖そうスペインちょっと怖そうなイメージあるんけど、どうね、分からんけどね。そう、トロント行くってやった。あ、パリが危ないんや。行ってみたいけどね。いや、さすがにパリ一人で行くのはちょっと怖いかも誰かいないと。それこそチョケンさん、ありがとうございます。まあ日本よりもさ、安全なところってなかなかないですよね。そう思うとね。シアトルなのか、なんかその何ていうの、土地感全然分からへん。アメリカの知らないけど。あ、確かに日本人なんかある程度いそうなイメージあるけど、危ないのか。ヨーロッパやったらどこが安全なん。まだヨーロッパ、イタリアもちょっとやばそう。北欧、フィンランドとか。確かにスイスとかどうなんやろ。あ、確かにドイツ、ドイツあんまイメージ、どうなんやろ。でもなんか、なんかサッカーのイメージサッカーのイメージやな。確かに財布落としても帰ってくる、それはある。前お金落ちてるのあったけどね、あの預けに行ったんだけど、私に、普通の感覚で言ったらさ、私に行くってなるじゃないですか。確かに。南と東ってどこ？じゃあフランスとかそっちの方と、東？わからない
いいがし。あんまりさ、なんか世界地図頭に入ってないからな東、うん、ブルガリア、あ、ヨーグルトのところ南はだからフランスとかになるってこと。あ、イタリアも、イタリアも東に、あ、南に入るの。ヒカルさん、ありがとうございます。やばいよね、エミチすごいですね。そう思ったらさ、そんな行ったり来たりだって多分してますよね。なんかインスタ見る限りさ、なんか今は日本にいるんだと思ってさ、気づいたらさ、あれもうスペイン戻ってるみたいな感じのイメージがあるからさ、そう、なんかすごいなと思って。だって大変じゃないですか、きっとさ。なんかまあ時差もあるしさ、飛行機もさ絶対長い十何時間とかかかるじゃないですか。行ったり来たりするのなかなか大変、本当に。まあでもスペイン行くならエミチに連絡するそう、勝手にさ一緒にいてあげてって思って断られてんねんけど悲しい、悲しいな。じゃあそろそろ今日の配信は、だもうこんな時間になってるし、そんなたわいのない話を私はしてしまいましたがそろそろ終了としようかなと思いますではでは、今日の順位発表したいと思います。まず第13位がゆきさん、第12位が手巻き寿司おさんこの間しました、手巻き寿司第11位が正義さん、第10位が魔王次長さん、第9位がダークネスさん、第8位が天才ゴリラさん、第7位がおかしらさん、第6位が一水さん、第5位がカツオさん、第4位がサカッチさん、第3位がヒカルさん、第2位がシュンさん、そして第1位がガクパンチさんでした。おめでとうございます。ではでは、皆さん今日も見に来てくださりありがとうございましたゆるゆるトークをお付き合いいただきありがとうございます、こんな時間まででは次の配信は明日お休みで土曜日の21時から配信しようと思うので、ぜひお時間の方はお待ちしております。では今日も皆さん見に来てくださりありがとうございました。また明後日です。バイバーイ。